ブンブン、ハロー、YouTube、どうも、まさるです。今回はまだご存知ない方も多いかと思いますので、現在 Amazon の方で開催されている Apple のセールをご紹介したいと思います。今回のセールは、このゴールデンウィークの期間。ゴールデンウィークと言いましても、5月7日金曜日までの限定セールとなっています。何かと言いますと、iPad とか Apple Watch など、 一部アップル製品がセールになっているというセールになりますでは早速今回のセール何がセールになっているのかご紹介したいと思いますまずはアップルウォッチ SESE の最新世代第2世代の SE こちらがセールになります最新モデルではありますが SE シリーズですので安く3万4000円のセール価格となりますまた iPad Air こちらは昨年登場したばかりの最新モデルになります iPad Air の Wi-Fi256GB モデルこちらはセール期間中10万5800円約1万円オフとなりますあとはこちら 64GB モデルの iPad Air こちらも同じく最新モデルですがこちらはセール期間中8万5000円となりますこうなってきますと無印の iPad よりも より安く購入できるようになっていますので、こちら、この機会に iPad や購入するというのもいいかと思います。またこちら、それも現在、愛用中の最新の iPad mini。こちらは、セール期間中、64GB モデルが7万3000円となります。また、無印の iPad の世代が1世代、古いタイプ。2021年モデル iPad。こちらは、 66, 円となりますこのモデルは特にお得で 256GB モデルが6万6000円という価格になっていますまたもっと安いモデルで言いますと今回は 64GB モデルの無印 iPad こちらもセールとなっており4万4000円のセール価格になりますあと各種カラーラインナップ iPad Air にしろ iPad にしろブラックモデルがあったりシルバーモデルがあったりいくつかのカラーありますがそれぞれセール額になっていますあと AirPods の方もセールになります無印の AirPods 最新の第3世代の AirPods につきましてはこちらセール期間中2万2000円 AirPods 最新モデルになりますとこれな形が AirPods Pro に似たような少しこういうは丸みを帯びたデザインになりました。ですので付け心地も良く沿いていてこの無印の AirPods シリーズはゴムが使われていませんので掃除もしやすく使いやすいと言えます。まあ、欠点としましては上位モデル AirPods Pro にあるようなノイズキャンセリングには対応していませんのでその点は注意が必要です。 あとはア w プロ c チ SE につきましてもケースサイズが大きな 44mm タイプこちらは3万9000円のセール価格となりますあとは同じようなモデル各種モデルのカラーラインップが異なるモデルこれらがセールになっています あそしてこちら、おそらく今回初ではないでしょうかアップ c h チウルトラこちらが今回セールになりましたアップ t c チシリーズの中ではあ一番あ上のモデルになりますまたこのようにディスペイが完全にフラットになりましたので、えー、逆に操作がしやすくまた保護フィルムを貼り付けたい方にとっても貼り付けやすいデザインとなっていますややごついボディではありますが ののケースとなっていますので、重さはまあ想像しているよりはそこまで重くないそんな感じの製品ですこちらはセール期間中11万5000円となりますあと最新世代のアプローチアプローチウルトラルと同時に発表されましたシリーズ8につきましてもセールとなりますシリーズ8の方の価格につきましては9万7000円のセール価格となります あとは充電ケーブルにつきましてはこちら3460円のセール格となっています充電ケーブルにつきましてもタイプ A 端子を搭載したモデルからこちらまあどちらかと言いますとこちらがおすすめですがタイプ C 端子搭載モデルこちらも同じく3400円 ケーブルサイズが長いタイプ1メートルのケーブルを搭載したモデルも3460円となっていますこちらもさまざまなカラーラインナップがセールとなっていますこんな感じもうあとはアップローチのベルトがシリコン製なのかそれともステンレス製なのかこういった ベルトのラインナップ、そしてボディ自体のケースのラインナップ、こちらも様々なものがセールになっています。今回特別なのは各種モデル。ほとんどのモデルが最新世代のモデルがセールになっているというのが特徴で、一部モデルにつきましては無印の iPad のように従来の世代が古いタイプというのもセールになっていますが、そのおかげで iPad がこちら、 4万4千円でで購入できるなななどお買いい得なーセール内容となっています先日アマゾンの方ではあーゴールデンウィークセールということで4日間セールが開催されていましたがその際はあまりアップル製品多くのモデルがセールになっていませんでしたので、えー、期待していた方は少し、えー、残念だったかと思いますがあ逆にゴールデンウィークセールが終わってから アップルはこの独自のセールを開催していますので今のタイミングならばこういった各種アップル製品を安く購入することができますまもなくアップルのイベント WWDC の方も開催されますので一部製品は最新世代のモデルが発表される可能性もあります特に iPad 関係につきましては最新モデルが6月に発表される可能性もありますので どうしても最新モデルが気になるという方は6月まで待つというのもいいですが6月に発表される最新モデルはもう価格が今回ご紹介したモデルよりもはるかに高い価格で発売されることになりますので手頃な価格で Apple 製品が欲しいという方は今回のセールを利用して購入するとお得に購入できるということになりますなおこちらのセールページ 公式ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。もし欲しい商品などありましたら、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。